ふんわり名人きなこ餅ふんわり名人は、越後製菓が製造する柔らかい食感が特徴の米菓の商品シリーズである。2005年にふんわり名人きなこ餅を発売し、その後も同シリーズ商品を販売。従来の米菓になかった口どけを出すため、コカ度を極力高めた。澱粉を水と加熱することで、澱粉分子が規則性を失って、糊状になることをコカといい。 コカドとは、この固化した伝聞の割合である。おかきのコカドが約8%であるのに対し、ふんわり名人は70から80%と、突きたての餅の約90%に近い値となっている。口どけの良い米花というコンセプトの下百9 9 4年頃より開発が始まった。これ以降、いくつかの商品を発表したものの、いずれも人気が出ず、 販売終了となってしまった。2004年、ふんわり名人きなこ餅の原型が完成。2005年9月から市販を開始したが、当初はそれほど売れ行きの良い商品ではならなかった。同業者らからは、こんな柔らかいものはおかきとは言えない。売れないと言われながらも、スーパーマーケット等で試食販売を展開した際、試食した客は必ず商品を買っていった。 2006年よりブログや口コミで徐々に注目を集め始め、同年12月に南海キャンディーズの山崎静代がテレビ番組でこの商品を紹介して、以降芸能人が相次いで商品を取り上げるようになったことで売り上げを伸ばした。同年9月には新商品ごまだれ餅とチーズ餅を発売した。2007年4月からは、 若者を取り込もうと食べきりサイズをコンビニエンスストアで発売開始人気商品となった。2006年度の販売額は約14億円であったが、2007年度は上半期で前年度の売上を上回った。2008年2月にはファンサイトを開設した。ありがとうございます。